ということで土曜日になりましたね。スカダナです。今回も、バイオレット進めていきます。今日ね、何しよっかなって思ったんですけど、今日はですね、今予定表、動画のね、撮影予定表を確認したら、氷ジムなのかなを、進めていくということでやっていきます。前回はベイクタウンのベイクジム、なんとかさんを、のジムを倒しましたんで、結構落とし鳥のあの大量発生多いですね。こちらですね、ナッペジム。スケボーヤーなの、スノボーヤーなのか、スキーヤーなのかわかんないですけれども。とりあえずこっからね、ここまで向かっていきましょう。それでは今回もよろしくお願いいたします。奥にですね、すんごい綺麗な氷のバトルフィールドがございますよ。いいね。これはね、ポケモンファンの方は興奮するんじゃないでしょうか。雪だるまもね、ほら、一つ用意されてあります。雪だるまがいるのにもかかわらずね、なんか今回のポケモンは雪だるま系のポケモンがいないっていうね、ちょっと面白いですけれども。だから、ヒヒだるまのガラルの姿とかもいればいいのにって思いますけどね。じゃあちょっとジム戦をやっていきましょうか。今の手持ちはこんな感じでですね、登ってくるときに少しだけ、経験を積むために修行をいたしました。ですので、レベルは現在、こんな感じ。ウェイニバル47、オリーバー45、ニンフィア46、ルガルガン49、ブースター52、そしてセゴール44。セゴールは現在育て中なので、ちょっとレベルが低めとなっております。で、今回のやるやつが氷タイプということなので、ブースターレベル52と、あとウェイニバルのね、格闘技で、なんとかね、締め殺せるかなと思います。言葉が怖いですけどね。じゃあ、ジム戦やっていきましょうか。近くて便利ですね、本当に。ありがとうございます。まずは先にジムテストですね。ねえ、もうお前本当にいるな、ストーカーや。ストーカー犯、ネモ。おい。マジでお前嫌いになってるからな。会うたびに。顔も腹立つしね。いよいよ最後のジムだって、チリさんから聞いたよ。でも私、全然心配してないんだ。殺すぞ。おい。ふざけてんだろ。トップもスカナーのこと気にしていたし。ジムリーダーとの勝負は二人で応援し、行こっかな。見る側にも実りある最高の勝負期待してるね。あ、よかった。消えた消えた。よし。これでね、正々堂々と氷タイプのジムに挑戦できるかなと思います。ブースターはね、エースなんで最後に、用意しとく感じでいいかな。よし、やろう。ようこそ、ナッペ山ジムへ。挑戦者の名前を登録します。塚永さんですね。そうでございます。当ジムリーダー、グルーシャと勝負をするには、ジムテストをクリアする必要があります。ナッペ山でのジム、雪山滑り。ソリ滑り的な？スキー？スノボーどっちだ？ライドポケモンに乗って、あ、ミライド目立っちゃうけど大丈夫？に乗って用意された、コースを時間内にゴールしてください。詳しいルールは当ジムに、当ジムを出て、左手のさ、あ、左手の坂を登った先、雪山滑り開始地点で説明します。どういうことだ？わかんないね。よし、やろう。わかんねえ。おそらくこいつ？こいつだわ。オッケーオッケーオッケー。なんか、さっきかいないやつがいたなと思った。いやあ、待ってたよ。ここが雪山滑り、開始の地点だ。なんでお前がいた？どっから瞬間移動してきたのか気になりますね。君には大自然コースのライドポケモンを、で滑ってもらうよ。目標タイム以内にゴールできればジムテストクリアだ。早速ジムテスト、雪山滑りに挑戦するか挑戦します。別にこれ準備とかないからね。白銀の世界、エンジョイしてね。それじゃスタートだ。
いいな、今年ね、僕まだスキーやってないよ。わ、本当になんかスキー場だね、ほぼね。ほぼスキー場。皆さんもスキー絶対一度でいいんでやってみてください。四季折々体験できるのはね、日本しか主にはないと思いますんで。よし、雪山滑りに挑戦。これね、おそらくなんですけれども、なんかこういうね、これを通る必要があるんじゃないかなって僕は思います。ブレーキをちょっとかけながらね、上手に。あのなんかありますよね、スキーのさ、このオリンピックの、あの、やつで、旗と旗の間を通るみたいな。そしたら点数が高くなるよ、みたいなー。そういうことですよね、実際ね。これね、絶対急カーブで曲がりきれないやつとかあるんで。ただね、時間制限的に、問題はないと思いますんで。それはね、ご安心ください。よし、来たー。さあ、ゴール。全然時間は余裕。よし。で、これでジムリーダーと挑戦できると。確かね、この人は、発売前にね、事前に出てた人なんで、最高の滑りだったよ。まるで、現役時代のグリシャのような。おっと、ジムテスター大成功。結果を受付まで報告してね。とのことです。じゃあ、ジム戦やっていきましょう。じゃあ、絶対レードトリック、ジムリーダーグリシャに挑みますか?はい、やっていきます。それでは、バトルコートにご案内いたします。さあ、これでね、こいつと戦い終わったら本当に最後のジムということで、いよいよね、このゲームの実況も後半戦に移ってきましたね。さあ、誰だ?かわいい!アルクジラ。おえお、来ましたよ、後ろから。冷静な、男?女?どっちだ?わかんないけど。確かおそらく男だと思いますけれども、そんなとこにいるのか。寒い。挑戦者の人?ちょっと待ってね。僕はグルーシャ。元プロのスノーボーダーか。オッケーオッケーオッケー。今はジムリーダーやってる。あんたのサンダルは、クールだった。でも、あまり気を良くしないで。雪山は危険だ。簡単に人生のコースを狂わせる。かわいそう、何があったんでしょうね。ポケモン勝負も同じ。いつだって、慣れ始めが一番恐ろしい。ああ、それはわかります。こんな日に僕に挑むなんてやめた方がいいのに。本当に僕と戦う?ああ、もちろん。気合を入れてますから。寒い返事。残念だよ。僕も仕事だから悪く思わないで。怖い。このパンパンパン、パパパパン、パパの曲が怖くなってくるね。雪山のように冷たい現実を教えてやるよ。おー。ちょっと切れ始めてきた。さあ、グルーシャ。いいね。一体目モスノーっていうのは、あれですね。あの、ガラル地方のメロンと最初の手持ちは変わらないですね。オッケー。やっていきましょう。レベル47。あ、同じ。いいね。素早さはこっちの方が早い。よーし。いいでしょう。いいでしょう。悪くないだろう。よし。もう一回ローキック一発食らわします。はい。モスノー死亡。おぉ、ほぼ全部上がった。あ、いいね、冷凍ビーだ。冷凍ビームは大事。マジで大事。つららばりは大事。あ、フリーズドライ。あー、どうしよう。つららばり結構重要ですもんね。じゃあフリーズドライを、忘れさせて、冷凍ビームにチェンジ。さあ、次、何が出る?ツンベワーン。ツンベワーンもね、結構、素早さは置いといて、結構攻撃力強いですけれども、道具硬いポケモンではないので、多分いけるでしょう。そして素早さも遅いなんてなんて言うんでしょうね。一石二鳥だよ。
水タイプなんて自信もそこまでは効かません。よっしゃー、グッドラック。積んでや死亡。今いい感じでレベルが上がりつつありますよ。大地の波動いいっすね。エナジーボールとメガドレインがあるんですけど、メガドレインじゃ忘れよっか。多分グラスフィールドで結局大地の波動も草技になるんで大丈夫でしょう。日本バレ出てたら炎技になるしね。ハルクジラ、まあそのまま耐久力強いってだけで普通に効くと思いますよ。ただ防御が硬いと思うので結構入らないと思います。あ、意外と入るのね。熱い脂肪じゃないんだ。でもなんかこのハルクジラっていうのはドラえもんと同じ原理ですよね。ドラえもんね、アメリカだったらなんだっけな、確かねアザラシと言われて切れるらしいんですよね。日本だとタヌキじゃないっていうのに、そこはね文化がやっぱり違うみたいで、それとやっぱりハルクジラは同じような原理ってことなんでしょうね。さあチルタリスラスト48レベルです。勝負と雪山に似てるんだ。あっという間に姿を変えてみせる。さあ来た、曲のクライマックス来ましたよ。なんか氷はさ、テラスタイプのその上の被り物がさ、なんかレースしてる人みたいですもんね。それは結構面白いな。よし、ありがとう。お疲れ様だな。まあそれ対策用のブースターですから、結局はブースターを使うことになるっていうね。はい、オッケー、グッドラック。お疲れー。多分毒タイプとかね、鋼タイプのテラスタイプならうまく使えるんだろうね。僕の氷溶かされた？逆境を元の攻めつ、未来を切り開く熱意。昔の自分を思い出すよ。いや、なんでもない。自分のダッチを渡さないと。え、合格の記念に一緒に写真撮るって？そういうの寒いから普通に嫌なんだけど仕方ない、特別だ。まあ別に撮ってほしいなんて言わないけどね。付き合ってるやん、もう。付き合ってるじゃん、完全に。出来上がってますよ、その関係。10マッチ8個もあれば、どんなポケモンでも使わないですし、寒いシーズンも言うこと聞くはず。そうだ、忘れないうちにこれも持ってって。アイスピノータンプ、今回からの技ですよね。さあとうとうね、事務戦はこれで最後ということになります。これでねレベルをあっという間に100にできればもう無敵という状態。マジでお前ほんとめんどくせえな。大中さんはさ、まだわかるよ、少ないからね。ただネモはしつけ、ほんとにマジで。さっさと消えてほしい。つかなはウェニバルやったね、嬉しい、最高。お前が喜んでどうすんだよ。心配してないとか言っちゃったけど、やっぱりドキドキしちゃった。ふざけんな、ドキドキすんな。さすがはつかなはさん、輝しい試合でした。ありがとうございます。うん、人前派本当にお疲れ様。これでついに、ええ、ジムバッチ8つ集められた今、あなたはポケモンリーグに挑む資格を得られました。チャンピオンネムと同じようにチャンピオンランクになるために、ぜひポケモンリーグでチャンピオンテストに挑戦してみてください。あ、参考資料ありがとうございます。資料集みたいですね。早く恐ろしい、ん？お揃いになって、お揃い勝負しようよ、しよう。神奈川リーグに
挑んでる間、ポケモンの技の組み合わせ、全パターン見直さないと。それじゃあ、スタナは頑張って、私も頑張る。お前とはもう二度と戦いたくないけどな。あんなに走れてる彼女は珍しいんですよ。あなたの前ではいつもそうなのでしょうけど、才能をぶつけ合える。友の存在が嬉しくて仕方ないのでしょう。好敵士と競い合い、初めて到達できる強さ。私も楽しみにお待ちしております。それではまたテーブルシティ北斎のポケモンリーグにてお会いしましょう。桃高さんはまだいい。じゃあ、勝ちましたんで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。また明日。